お次は4人で協力し、敵やヒル軍団を倒せ。こっちの消しゴムはカエル、テントウムシ、スフィンクス、恐竜。バラエティ豊富ね。じゃあカエルの私から。お、来たなミニアヒルちゃん。すぐに落としてやろうではないか。あ、無理でしたすいません。ここでまたミニアヒルちゃんのターン。ふふ、格好の主の獲物に。おしまいだぜ。お、いいぞいいぞ、見事な力加減。でここでラスボスギター。やばい、主転倒がピンチ。任せろ主、こいつをどかし避難できるようにするぞ。頼んだマリサ。で、主さんごめんなさい。あれれ？主ちゃん転倒、華麗に落下。すまんな。ま、まあしょうがないしょうがない。ってことでもう一回戦。今度こそ誰も落ちずに、アヒル軍団全員落とす。押し。じゃあまずはみんな、ミニアヒル狙うわよ。了解した。オッケー。てかここでまた、主の絶好の攻撃範囲に自らアヒルが。押し、いいぞいいぞ主。お、ボスが大きく動いた。こっちは誰か一人でも落ちたら即負けだからな、こいつの攻撃には注意せねば。さあミニアヒル、どう動く？全員向こうに、じゃあ私も上からプレッシャーを。さあボスのターン。おっと、これは主転倒真ん中に避難せねばな。ここで私の番？難しい位置関係。ちょっと膠着状態が続いております。押し、主はボスの下に潜り込んで攻めの守備を。お、これで次ミニアヒル落とせそうじゃないか？来たぜ、ここで帰る、私のターン。マリサミニアヒル落としちゃえ。任せろ、自分も落ちないようにうまく調整しないと。いいぞマリサこれで残すはでっかいボスのみ。みんな、気合い入れていくぞー。おー。あれー？みんなで気合い入れた瞬間。ボス戦、謎の自滅。ってことで以上、今日はボスの自滅で終了でした。はい。ってことで本日のバトルはこちら。ジュラシック消しゴムバトル。全員恐竜消しゴムで勝負ぜ。私からね、どんな動きをするのかみんな注目よ。お、やっぱ不規則な感じで動くかこの形だと。なるほどな、操作難易度は高めの消しゴムっぽいね。おし、じゃあ駅がマリサの方行ったから、私は主ちゃんの方に。かかってきな。おし、じゃあ霊夢に攻撃じゃ。おっと、これは霊夢結構ピンチじゃないか？ふ、バッチリ耐えたぜ。自分も落ちるの恐れて、力抜きすぎたか。じゃあ駅、悪いけど落とすわよ。やめてーって、あ。あぶねー自滅するとこだった。でもここで駅のターン、終わった。自分も落ちないように加減してって、しすぎたー。だ、助かった。さあ、今度はこっちのバトル。危なかったー。残念、もう少しで落とせたのに。おし、じゃあ今度は回転をかけて。で、皆様今気づきましたか？尻尾アタック炸裂、こんな攻撃もあるのか。おし、ここは駅を吹き飛ばして避難せねばな。で、マリサが立ったー。と思ったらこっちでも、駅が立ったー。キララみたいに言うな。でもまさかのミラクルでした。おっしゃ、じゃあマリサ、逃がさないぞ。なんかすごい攻撃。予想以上に進んでびっくり。おっしゃ？そろそろ誰か落ちる時間よ。ふふ、こんな接近するとは霊夢、いいのか？落とせるもんなら落としてみんな。で、あたすも立ったー。すげーってか恐竜楽しい。あたしの番、どこに行こうか迷うな。まあ、エイキとの勝負を続けよう。またエイキが立ったー。だからクララみたいに言うな。マリサ、覚悟よ。てあれこれやばくね。ちょっと、私だけ仲間外れしないで。お、華麗に転がって。はいじゃあエイキちゃん、すまんな勝負だから。やめてー。って言っても無駄か。ってエイキ落としたはいいが、今度は主ピンチ。すまんな主、バイバイ。やっと終わったー。
じゃあここで私がマリサを落としてゲームセット。ってなんだと？リプレイ。マリサがうるす、びくともせず。レイムザウルス、華麗に回転しながら。華麗に落ちていったー。おられたって私が勝手に落ちたんじゃ、嫌味かおいこら。はい、ってことで今日も結局自滅で優勝者決定。以上、ジュラシック消しゴム大乱闘でした。また次回、お楽しみに。最初はこちら、安定感最悪、マカロンステージ。私たちが扱うのもマカロン。じゃあ私から行かせてもらう。定期、まずはどこを狙う？主ちゃんにアタックし、自分は安全な真ん中に。って思ったんだけどね。出ました、おなじみ自滅。すまないわねみんな。ふ、主が盛り上げるから安心しな。ここは安全に真ん中に来たか。じゃあ私も、ピンチなので真ん中に。あら、みんなマカロンの扱いを上手。じゃあ二人がおとなしいから、私は攻めよっかな。手ぶつかるつもりが謎に浮いた。今こそ、主の盛り上げ時だぜ。で、レイムに攻撃して撃破。華麗に優勝決めるつもりだったのに。全員自滅で勝手に優勝パターンきたー。ってことで、なんだか上手くなってるのかなってないのかわからない我々。まあまあ、気を取り直して次のゲーム。今度は激ムズ、真ん中のスティックのりを倒し、勝つ落ちてはいけないルール。じゃあまずは試しに私が。倒すだけならめちゃ簡単そうだが。ってなんか謎の生き残り。ちょっとマリサ、私に対する嫌がらせか。あ、兵器の進路もろぼうだいすまん。今度は主の番、力加減とコース、どちらも意識しなければ。っていい感じだったが落ちたー。今の、もう少し弱かったら止まってたかもな。ここで私の番だが、これ無理ゲーじゃね。エイキさん、マジすいません。うん知ってた、こうなるの知ってた。まああのアクシデントはしゃあない。おっしゃ、じゃあ私行くぜ。うっわ、しょぼ、難易度高いなやはり。じゃあ私、うまくステックのりの周りの鉛筆を利用できれば。まさかの宣言通り完璧ー。あら、本当にうまくいった。ってことでここの優勝はお見事、マリサ。おっしゃ？それ、今日は消しゴム落とし久々の大乱闘ガチバトルじゃー。ってことで私から行くぜ。ステージは恐怖の妨害コンパス対応。この中で華麗にみんなを落としてみせよう。ふ、私は消しゴムスキルを見せつける。華麗にコンパスの間を。いや、ぶつかっとるやんけ。ふ、こうやるんだぞ、レイム。やぶつかっとるやんけ。結構難しかった。おし、じゃあ私も行くかな。そうね、ここはレイム、覚悟よ。ふ、全然問題ないぜそんな攻撃。返り討ちじゃー。しまった、よかった助かったー。残念、じゃあ主が崖際のお二人さんをまとめて。いや結局私死ぬんかーい。えいき、どんまい。すまんな、じゃあ今度は私が二人を狙いに。また生き残ったぜ不死鳥レイム。マリサ、覚悟しなさい。角度的に大丈夫そうだが。あ、倒せなかった。やはり、でも主の息はやばいな。ふふ、マリサおしまいじゃー。やはりやられたか。主ちゃんとの一騎打ちか、負けんぜ。ここで主ちゃんが勝てば、全員主ちゃんに倒されたことに。そうはさせんぞ。いやそうはさせる。お、今度はコンパスが防御の役目。反撃タイムじゃ。まだまだ、そんなんで死なんぜよ。お、コンパスで予想外の動き。主ちゃん覚悟ってやべえミスったー。はい、おしまいだぜレイム。お、絶妙な力加減を見事。ここで主ちゃんも落ちたら、主ちゃんの負けだもんね。やられたぜ参った。ってことで初戦、主ちゃん完璧勝利。やったぜ、でも次は負けんぜってことで第2戦。英気、出動。今度こそ間抜けを。できなかったすいません。主は真ん中に待機しますかね。で、追いコンパスー。めっちゃ妨害されたな。でもさすがにここから主は狙えないので。お、みんないい感じに散ってる。あ、間抜け成功。でも英気、いいのかこんな近くって。
全然良かったね。良かった、みんなが狙えない位置で助かった。避難。ってまたかなりヤバい位置。おし、ここは攻め時だな。おお、全員大集合。ここで私の番で良かった、避難。ってコンパスちゃんやめてー。ふ、絶好の攻撃チャンス。あ、コンパスに救われた。うそーん。よかった、ここで名物自滅が出て。このゲームではよくあること。さあ、私は真ん中に避難。ぐ、弾かれたがまあいいか。おし、ここは攻めに出る。主ちゃん覚悟。やってみんな。ってやっぱやめてー。でも遅いか。さあ、マリサとエイキの一騎打ち。ってなんか前にもあったこの光景。勝者コンパスパターンだ。はい、順位出るけどもうコンパス優勝っす。これはこれじゃあスッキリしないのでラスト3回戦じゃー。さすがにコンパス主役は嫌ぜ。3度目の正直間抜け。お、やっと成功。じゃあ主だって。うん、できなかった、すいません。お、コンパスで3人集合。私も行くしかないな。あ、ミスった。おっしゃ、じゃあ行くぜ。また主、コンパスでめっちゃ動かされる。主ちゃんおしまいよ。助かったー。ちょっと力不足だったか。さあ避難。さあ、この大混戦最初に脱落するのは誰だ。マリサ、やめてー。危ない。助かった。でもごめんね霊夢、おしまい。なんだと。お、終わった。でもエイキ、すまんな。あ、うまい、絶妙なコントロール。でもこうなるとですね。はい、すまんな主。いやみんなコントロールうますぎー。もう消しゴムスキル熟練だな我々。ということで以上、ハイレベルゆっくり消しゴム落としでした。はい皆様どうも、本日はなんだか定期的に無償にやりたくなるこちら消しゴム落とし、遊んでいくぞ。ここ最近は消しゴムチャレンジ、ミッションをクリアしていくやつばっかだったので、今日は久々に4人でバトル、消しゴム大乱闘、やっていくわよ。それじゃあ行くぜ、まずは全員の消しゴムマシン。動物、アニマルランドボー。さあ最強生物は誰だ？まずはレイムワンワン、行きます。サンマリサ、覚悟。名前合体させないで何回やだ。てー、華麗に上を転がっちゃったー。なんとか生き残るも、ピンチだな。じゃあ、ひよこ主も、そっちに向かうかな。で、死んだ？まさかの方向転換からの、奇跡、方向転換アゲインで、なんとか生きてたよかったー。さすがに一発目で自滅はしょぼすぎるもんな。からのすまんな霊夢落ちてくれ。マリサさん、陸に打ち上げられた魚のごとく羽で自滅。一発目自滅しょぼい発言からの、しっかりフラグも回収マリサちゃんです。やめて言わないでそれ。私は無難に真ん中に。いやーさっきは助かった助かった。ここはしっかり真ん中に避難。お、ど真ん中よ位置。主も、ここは慎重に霊夢の上に止まる感じで。ほぼイメージ通りオッケー。さあここから勝負よ。カエルでワンちゃんとひよこちゃんを倒してあげようじゃないの。てや、下敷きに引っかかったけど、まあいいわ。お次は二人の真ん中霊夢、どっちに行く？ここは近い主ちゃん、覚悟。おしおし、かすった感じにラッキー。やっべ、自らまたピンチな状況に。おしまいだぜ覚悟ワンワン霊夢。よっしゃー。あれだしワンちゃん大好きだからかわいそうで落とせなかっただけだし。どの言い訳。すいません嘘です。ふ、これも霊夢ワンワンの魔力。残りはカエル英気だけね。負けないわよ。手を、予想以上に離れた位置に。それじゃあすぐに接近よー。てや、そこまで近づけなかった。これは英気、ちょいチャンスか？こっち回転のが良さそうね。しかしワンちゃん、おもし。行くぜ至近距離アタック。そっからこっちに強い。よっしゃ勝ったぜ100回。ってことでおめでとう。久々大乱闘。まずは霊夢が優勝。さあさあアニマル大乱闘のお次は。食べ物大乱闘だー。お弁当、ポテチ、大学芋、アイスで勝負。それじゃあ本日ラストバトル、行くぜ。まずはお弁当の私からね。まずはこっちにゴー。あ、
すいません、終わった。開幕自滅どんまい。私は下に移動。じゃあ主もそっちの机に勝負に。両サイドから敵が、ここは順番に。来た道を弾き返されたでやるな。私もバトルに突撃。主ももう一回、マリサを挟み込むぜ。てや、飛び越え散った。さあこの密集を制するのは誰だ？ここは二人同時に攻撃。お、なかなかやるわね、アイスマリサ。じゃあこっちも反撃と行こうか。ここでまさかのアイスに馬乗り。定規バトルだったらナイス攻撃だったのに。じゃあ主は重なった二人にアタック。マリサ、霊夢のとどめ任せた。おう、これは落とすしかないだろ悪い霊夢。いや何その突然の連携チームプレイ。さあ残りはアイスマリサと大学芋主ちゃん。見えた、棒部分をバットにタッチ攻撃、落とせる未来が見えたわ。いやそれは上手すぎた、参った。うんうん、狙い通りイエス。ってことで2回目の優勝はマリサおめえ。以上、久々消しゴム乱闘でした。何が出るかな、ワクワク。お、消しゴム飛行機？なんか破壊力がすごそうだな。ってことでせっかくなので本日は全員この飛行機マシンで勝負じゃー。さあ飛行機マシンの威力は主から行くぜ。マリサよ、一発目で落としたらすまんな。マジか、危ない、助かったぜ。やべ、今度は主がピンチ。覚悟しな主、至近距離アタック。っておっと、まさかの飛行機マシン、攻撃力あまり高くない疑惑。二人に突っ込めー。ふふ、こうなったら私もそこに突っ込むしかないでしょう。飛行機大集結、空港か。さあ三人一気に落としちゃおうかな。ってマジで攻撃力弱すぎにかけ倒し。その結果、全然まとまりしない地味な戦いが結構続く。やっと決着つきそうね、3人まとめて地獄に落としてやるわー。てぃ、嘘まじで？まさかまさかの消しゴムバトルやりまくった我々ですら初。4人一気に落下なんじゃこりゃ逆神プレイ。私以外は復活そうなのありすかー。そして謎に飛ぶ主マシン。ってことで3人で再会よ。おし、ここは2人の真ん中が一番安全そうだな。私はとにかくここから避難せねば。私は回転アタックで真ん中を陣取り。いやーなんか完全に角度ミスったわだー。さあマリサ、地味戦一騎打ちじゃ。地味戦、最後ぐらい派手に決めたいところね。おお。落ちない、これでも落ちないからの。これでも落ちずに私のマシン、めっちゃ飛行機感アップ、痛みラクル。飛んでるみたいだな。さあマリサ、ここからどうする？なんかもう正解がわからないのでなんとなく勘で良い感じに言ってみま、良い感じじゃなかったー。なんか復活で勝ったけども、全然勝った満足感ないのはなぜ？みんな自滅だからな。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。